あの人は編集者、私たちはモデル、立場は同じなの。だったら条件のいい仕事を選ぶのが当然でしょ。君は何にも分かってないね。何がですか。今までどれだけ弥生さんに守られてきたかってことだよ。守られてきた。おい、撮影は順調か。ベロンつってる。もうすぐ終わります。続けよ。はい。花子。はい。おい、なんだよ、お通夜じゃねえんだからもっと明るくやれよ。いつも座ってんだろ。それじゃ行くよ。おい、ちょっと待て。なんだこれ。何か。何かじゃねえだろ、こんなん誰が喜ぶんだよ。この服お前が選んだのか。あ、私がスタイリングしました。あ、モデルに余計なことさせんなよ。すぐ着替えさせろ。もっとこうフリルのついた白いワンピースとか。ちょっと待ってください、そんなの私じゃない。お嬢さん、あんたたちはニコニコ笑って写真に写ってくれればそれでいいの。モデルってそういう仕事でしょ。でも、あ、水着はどうだ。もしくは着物が乱れたりとか。どうでしょう。おい、分かってんのか。うちの読者はほとんどが男だ。男が喜ぶ写真が撮れればそれでいいんだよ。女なんかに口出しさせんなよ。じゃ、しっかりやれよ。口出すんなら最後まで見てけよ。どうして言い返さなかったの。しょうがないよ、あんな風に言われたら誰だって。弥生さんなら怒ってくれた。弥生さんなら私たちを守るため戦ってくれた。弥生さん、初めて知った、今までは守られていた。忌々しい冷たい風から、今初めて知った、今頃になって気づいた。今まで彼女はたった一人戦っていた。世間の常識と世間